あ、めっちゃ風強いけど、ああ風強いけど落ちないんだね。こいつは？こいつもちっちゃいな。この上にはね、こんなのがありますよ。葉っぱが巻いてあるの分かりますか？うん。これね、食草によっていろいろ、生き物はいろいろ、コナラを食草とする幼虫がいる。こいつだ。お前出てきたのか。こいつですね。あら、もしかするとこれはいたずらしに来たのかもしれないね。いた、いましたね。こいつだ。いや、あ、落ちちゃった。こいつだね。こいつもいたずらにしに来たのかな。葉っぱに巻いてても結構狙われちゃうんだね。うちに来るハバチとは違うね。色がグレー。うん。新緑は柔らかいからいろんな虫が食べてるね。コナラでしょ。さっきね、あっちのシデの木にも落とし蟻がいましたね。うわっ。なんだこれ。うわー、すげえ。見えますか。集団。横綱差し亀の集団がいます。もうだいたい成虫になってるんだね。赤いのはね、これから成虫になるやつ。今だけ、この赤い時期はちょっとの間だけ。すぐにね、こういう色になる。すぐにこういう成虫の色になる。すげえ今手を伸ばしてるんだけど、ぶれちゃってすみません。見えますか？これは貴重な瞬間。しかもいろんな状態のがいるからいいね。これから成虫になるのと成虫といろいろいる。おっと、ここに差し亀はね、興奮を持ってて、タガメとかと同じように興奮で突き刺してね、消化液を中に送り込んでドロドロにして吸い込んで栄養分を食べちゃう。いや、すごい。目の前にいた。目の前にもいた。びっくりした。こいつ刺してくるからね。びっくりした。これこれこれ。目の前にもいました。ねえ、さっきのイモムシ与えてみよう。いやー、さっきのセンチコガネには驚いたね。やばい。ねえ、これセンチコガネや。センチコガネですよ。ほら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 、見て。ほら、イモムシを探しています。テントウムシが交尾してる。イヌシデの木でテントウムシが交尾してますよ。
ほら。イモムシを探しています。さっき見つけたイモムシがどっか行っちゃった。アオムシいたんだよな。全然動かないね。横綱刺し亀の餌を探しています。こいつ行く？こいつ行く？気持ち悪いな、こいつ。見えますか？こいつ行く？よし、こいつ行ってみよう。ちょっと割り箸でこれでつまんで、あのイモムシを横綱刺し亀に与えてみよう。ご飯だぞ。捕まえました。あ、登ってるね。お前はあれか。はい、着きました。ここにはいないか。ここの差し紙いなくなったか。うわ、もう食われてんのあるよ。ほら、食われるとこんな感じになっちゃうんだね。さっきのやつはいないから上のとこにやるか。手前のやつがいない。そこの集団にやるよ。これ手伸ばしてやっとんところ、高さ的にね。じゃあちょっとカメラを置いてセットしますね。こいつをあそこに置いてくる。一旦カメラ切ります。置いた。そこになすりつけました。見えますか？戦ってるね。もう興奮突き刺してるんじゃないか、これ。もう突き刺したね。早かった。動きが止まっちゃった。早かったな。見えますか？よいしょ。2匹で吸ってるね。2匹で養分を吸い取ってる。そういうこともするんだ。3匹目が寄ってる感じだね。お、そしてね、先ほど羽化の途中だった横綱刺し亀、赤いやつ見えますか？ほら、これが黒く変わりますよ。これがさっきの赤かったやつ。若干黒くなってきてるでしょ。で、さっきね、突っ立てた赤いやつはね、こっち。1日で終わるんだね。1時間ぐらいしか経ってないよ。4匹で食べてる。ほら。あっという間に集まってきて4匹で食べてる。さようなら。
はあ、これ何してんだこれ。ここじゃ食われるだけだと思うんだけどな。まあいいか、帰るか。以上、今日はねセンチコカネ捕まえたから大満足。もう帰ります。